I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.頑張っておるの。行くぞ。よし。いよいよ大魔党演武の本戦が始まるぞ。試合は山に築かれた闘技場ドムスフラウにて行われる。 時間的にそろそろ行かねえとまずいか。けどウェンディーがまだ見つからねえ。いないつー。大変だよウェンディーが。ウェンディーが。ウェンディー。茂みの近くで倒れていたの。外傷はないみたいだけど。 ウェンディ、ブチカ、何があった？すみません、よく思い出せない。魔力欠乏症ね。一度に大量の魔力を失ったために全身の筋力が低下してる。 この大会の中にウェンディを傷つけた犯人がいるのか。まだ何とも言えないけど、その可能性はあると思う。俺たちの戦力低下を狙ったのか、それとも。今はやるしかない。ウェンディの分まで私たちが頑張るんだ。よし、そうだな。
上ギルドが発表になるわ。さあ、参加チームの発表だ。名前に反した荒くれ集団フェアリーテイル。ブーイングだと。大陸中を騒がせた天狼組の機関によりフィオーレ1となるか。気にするなルーシー、仲間の声援があればそれだけでいい。フレーが見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどな。さあ続いては予選7位、地獄の猟犬軍団クワトロケルベロス。6位には女性だけのギルド、大海原の舞姫マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼ブルーペガサス。4位、愛と戦いの面に聖なる破壊者ラミアスケール。続いて3位、これはいない初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊レイヴンテイル。レイヴンテイルだ。これはマスターの息子イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔党演武に参加してよいのか。おお。最近正規ギルドに認可されてたみたい。イワンめ、ふざけおって。どんな手を使って。お前らがウェンディー許さねえぞ。残り2チーム、セイバーテスト、あと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがった。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ予選2チームの発表だ。おっとこれは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさかまさかのフェアリーテイル B チームだ。なに姉ちゃん、ガジル、ジュビオ、ラクサスとか反則でしょ。つーかなんでミストガンがいるんだよ。まさかお前ジェラール。マジか。今回キャラのルール改正により各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチーム3。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ナイツだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあいよいよ予選突破チームも残すとこあと1つ。最強天下無敵
これだ絶対王子や。セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ、夏さん。何ガンタレてんだこれ。ガジラ、あれがフィオーレ最強のギルドか。絶対負けるな、ナイチュー、ガジラ。頑張ってください、スティンク君。クモンを応援する。あの客席にいるのエクシードか。会場には近づけんと言っていただろ。この方法は思いつかなかったね。なかなか話のわかるマスターだ。事情を話したら心よく承諾してくれて。ルール違反だ。お前はギルドの人間じゃない。俺とミストがある意味同一人物と聞いているが。ま、そう熱くなるな。祭りだろなあ。そういうことだ、エルさん。それとな、ミストガンはもう少し無口だ。気をつけな。了解。あの覆面の方、ギルドのものではありませんね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。だからやめとけって言っただろう。しかし悪ではありません。不思議とギルドの紋章を持つ者と同じ心を感じます。話せば長くなるんだけど、一応ギルドのものとも言えるんだよね。なるほど、あれがこの世界の王子というわけか。強いのですか。それはもちろん、かつて聖典の称号を持っていた男。認めます。え？エアリーテイルが優勝するために。で、何か気づいたことはあるか。レイヴンテイルが怪しいということ以外は特にない。あれは初出場のギルドだ。毎年感じる魔力と辻褄が合わない。お前の方こそその謎の魔力とやらを感じているのか。いや、今はまだ。グレイ、あの約束忘れるなよ。俺たちが勝てばジュビアを我がギルド。約束なんかした覚えはねえけど、お前らだけには負けねえよ。ところで、あいつ誰だ。いつもの愛はどうした。愛はセリアって言います。よろしくお願いします。シェリアはシェリーのいとこなんだ。実力はシェリーより格段上だぞ。ううん、私なんかまだまだ愛が足りないの。燃えてきた。いよいよ始まりました。ここで私とルールのおさらいをしておきましょうね。参加者は各ギルド5人までなのです。リザーブ枠があって一人自由に入れ替えができるみたいです。現在はウェンディさんの代わりにエルフマンさんが入っていますね。予選を勝ち抜いて本戦に出場できるチームは8つ。我らがフェアリーテイルからの2チーム。さすがです。大会は5日間かけて行うようです。1日の中には競技パートとバトルパートがあります。バトルパートでは双方のギルドが同じ人数を出し合って戦います。競技パートはその時までルールは秘密だそうです。選手の選出は自由。勝敗や順位によってポイントがつきます。そして合計で一番ポイントの高いチームが優勝となるのです。
張れ、フェアリーテイル。ではこれより大魔党演舞オープニングゲームヒルンを開始します。参加人数は各チーム1名、参加者は前へ。ここは男として一番槍となって。お前のどこがヒルンって感じだよ、肉団子。ゲームのルールは分からんが、ヒルンという名から隠れることが必須か。ウェンディがいてくれたらな、ちっちゃいし。小さいのが有利かもしれないなら、私か優香だね。いや、初めから飛ばしていく。俺が出る。リオンが出るの？ほう、だったら俺が出よう。この大会、どんなもんか見させてもらうぜ。グレー様が出るならジュビアも。おい、わざと負けたらただじゃおかねえぞ。グレー様、申し訳ありませんが負ける気はないですよ。当たり前だ、全力で来い。悪いが俺も全力でやらせてもらう。ジュビアのために。ほっとけよ、バカが映るぞ。ゲームみたいな試合で楽しそう、そう思ってたのは最初だけだった。私たちはいろんな意味で苦渋をなめる。レイヴンテイルの必要な妨害が敗因。レイヴンテイルはフェアリーテイルが最下位になるようグレイを集中的に狙ってきた。そして王者セイバートゥースは本当に強かった。ジュビアやリオンも奮戦したけど全く及ばなかったんだ。やっぱ弱えじゃんフェアリーテイル、万年最下位。もうお前らの時代は終わってるよ。何がおかしいんだこの野郎。もういい。笑いてえやつには笑わせておけ。すまねえ。大丈夫だよ、まだ最初だし。この借りは必ず返す。次はバトルパートね。主催者側が対戦チームと相手を決めてるみたい。私たちの相手は私よ。レイヴンテイル？試合楽しみにしてるわ、金髪。
だあいつ。レイヴン・テイルからはフレア・コロナ、フェアリー・テイルはルーちゃん。私、あいつらがウェンディを傷つけて挨拶代わりですって。私は怒ってるんだ。任せて、絶対勝つから。すごい気合入ってるね、ルーシー。相手がイワンのバカギルドだからな、ギッタギタにしてやれ。レイヴン・テイルというギルドの目的は何なのでしょう。そりゃきっとわしらに恥をかかせることじゃ。勘に触るやつらよ。そんな小さなことなら良いのですが。私の髪はどこまでも伸びるの。客席を狙うなんて。声を出すの、これは命令。逆らったらどうなるか分かるわよね。なんて卑怯なやつなの。客席のアスカちゃんを人質に取るなんて。声を出すな、動くな、魔法を使うな。逆らったらどうなるか分かるわよね。やっ、誰が動いていいと言ったよ。金髪、金髪。守るよ。今は耐えるんだ。これを使うわ。誰が動いていいと言ったよ、金髪。カミシグリ、チドリ。守るよ。ここからだよ、頑張って。守るよ。そうね、まずはと裸にひんむいてやるのもいいわね。この髪しぐれ、ローガン。ああ、守るよ。それも面白そうだけど、
もっといい。お前の体にレイブンテイルの焼き印を入れてやるわ。一生消えない焼き印をね。どこに入れてほしい？神しぐれ、ホタルビ。守るよ。ごめんなさい。なんかルーシーの様子が変だぞ。ナッツはどこだ？さっきまでここにいたのに。俺は耳がいいんだよ。確かに聞こえたぞ、アスカちゃんってな。何？この子は大丈夫だ。ルーシー、思いっきりやれ。ありがとう、ナッツ。今度はこっちの番よ。金髪、これからよ。開け扉。レオ、愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。神しぐれ、ローザー。開け四地球の扉。レオ、愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。神しぐれ、ローザー。やばいぞ、一気に行け。扉、レオ、愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。神しぐれ、ローザー。開け四地球の扉。レオ、愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。神しぐれ、ローザー。神しぐれ、ローザー。愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。開け四地球の扉。レオ、愛が精霊を強くする。レグルスインパクト。私の全力見せてあげる。な、何をする気な。やったー、取ったわ。あれ、やるわよ。とにかく私に変身。さあ、よ。天を開き、あまねく全ての星々、その輝きをもって我に姿を示せ。我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。あらぐる門を解放せよ。全天88世ブラドメゴリア。書き消された。どうした、ルーシー、何があった？ルーシーの魔法が消された。まさかガイアからの攻撃。ルーシーダウン、試合終了。勝者レイブンテイル、フレアコロナ。私の勝ちだ。ざまあ見ろよ、金髪。みっともない無様、負け犬。泣くな、ルーシー。だって悔しいよ。涙は優勝した時のために取っておこうぜ。すごかったぞ。おかげで俺たちはこの世界で戦えるって分かった。0点。
面白えじゃねえか。ここから逆転するんだ。燃えてきた。よし、みんな揃ったな。今日の敗戦は明日の勝利への糧。登ってやろうじゃねえか。わしらに諦めるという言葉はない。目指せフィオーレイジ。負けたギルドには思えないわね。まあいつものことだしね。ルーシーは大丈夫なの？全然平気。逆にやる気出てきちゃったならいいけど。な、何今の予知？白い騎士、巨大な魔法陣、崩壊するメルクリアス、そしてその中で何かを歌っているルーシー。どうしたのシャルル？いえ、何でもないわ。未来に何が起きるっていうの？こんな予知言えるわけがない。おはよう、ルーちゃん。寝不足？あんまり眠れなくてね。あ、でも昨日のことでじゃないよ。夏はいびきうるさいし、グレーはすぐ裸になるし、エルザは私のベッド入ってくるしで。参加者が同じ部屋っていうのも大変だね。ウェンディの声。おい、何があった？夏、ウェンディが助けに行かなきゃ。ウェンディ！お前ら、ウェンディをどこに連れて行くんだ？くそ、見つかったか。ならやるしかねえ。よっしゃ、一緒に行くか。開け、砲兵級の扉、アクエリアス。おーれー、おーれー、カット、行くぞ、エンタグラムソード。てめえら、誰の差し金だ？助けてくれ。俺たちは頼まれただけなんだよ。レイブンテイル。なんて奴らなの？ウェンディを襲っただけでなく、さらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらってこいと言われただけで。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい、昨日はご迷惑をおかけしました。今日は問題なく戦えます。それにしてもレイブンテイルのやつら、やることが露骨に汚ねえな。一人一人戦力を潰していくつもりか？目的は分からんが、私たちを場外でも狙うつもりなら
警戒を怠ることなく、なるべく一人にならないように心がけよう。こいつらは警備隊に引き渡しておく。相手には一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。なのに捕獲に加わらないのはおかしいんじゃない？それに宿で寝ている少女という条件だけでウェンディを選んだのはどうして？本当の目的はルーシー？それならあの余地は？さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。燃えてきた。今日は私に任せてください。休んだ分、体は絶好調です。期待してるぞ、ウェンディ。今日はパンデモニウム、参加人数は1名です。この神殿の中には100体のモンスターがいて、モンスターには様々な戦闘力が設定されています。最強クラスのモンスターは聖天大魔導といえど、倒せる保証はない強さです。カポ、皆さんには順番に戦うモンスターの数を選択してもらい、倒した数がポイントになります。モンスターのクラスはランダムで、いきなり強いクラスのモンスターが出現することもあります。一度にたくさんの敵と戦った方がいいけど、多すぎると倒せなくて無駄になってしまう。そして選ぶ数が多いだけ強敵を引きやすくなる。欲張りすぎても良くないというわけだな。最強クラスは聖天大魔導でも苦戦するとなるとね。だけど一巡に一体じゃ他に遅れを取っちゃうし。ここは私が行こう。エルザさん、それではくじで順番を決めます。参加者はくじを引いてください。1番。ラッキーだね。一番たくさん自分の順番が回ってくるよ。私なんか8番。この競技、くじ運で全ての勝敗がつくと思っていたの。くじ運で、いや、どうでしょう。戦う順番よりペース配分と状況判断力の方が大切なゲームですよ。いや、これはもはやゲームにならぬ。100体すべて私が相手する。挑戦権は100だ。ま、無理ですよ。一人で全滅できるようには設定されてません。構わん。行くぞ。ミニツインソード仮想、行くぞ。ペンタグラムソード、まだ。まずいわ、一気に行かないと。
走行くぞ。ペンタグラムソード。まだまだ。フォトンスライド。カッソ、行くぞ。ペンタグラムソード。信じられません。なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すげえ、なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーテイル最強の女魔導士エルザ・スカーレット。やっぱすげえよ。後で俺と勝負しろ。おいおい、私感動しちゃった。私もう胸がいっぱいで。まだ優勝したわけじゃないぞ。フェアリーテイル、パンデモニウム完全制圧。全てのチームの結果が出ました。
私です。よう、サラマンダ。ああ、なんだよ。お前ら天狼島から戻って精霊界ってとこで修行してきたらしいな。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間が、くそ。まあ何でもいい。修行してたのはお前らだけじゃねえ。少しは強くなったんだろう。お互い腕試しと行こうじゃねえか。そういうことか。一対一の真剣勝負だ。サラマンダセリフ。うむ、引き分けだな、サラマンダ。この決着は必ずつけてやる。今度から仕事に行くときは俺も連れて行け。どっちが活躍できるか勝負だ。望むところだ。ギヒ、楽しみ。